こんにちは、速稼塾の久保です。そうですね、確かに椅子にしても何にしてもね、やってみないと分かんないってところは結構多いですね。じゃあね、ビジネスで、実際にネットビジネスで生計を立てて何年も暮らしているとどんなことが分かったでしょうかってことなんですよ。それはですね、お金を稼ぐってことは必ずしもやりたくないことをやってその苦痛に耐えた対価としてもらえる罰のようなものではないということだと思います。楽しいことをして、そして楽しいことを知る姿で多くの人が励まされ、夢を持って希望を持って、よし自分でもできるかもしれないからやってみようというふうなね、希望を与えたりとかで、実際にその抱いた希望を実現させることをね、お手伝いする喜びっていうのを仕事にすることもできるんだなと思うんですよ。でもう一つ分かったことがあるんですけど、で私ね、暇なんで、もうね、なんか情報収集する先のものがなくなっちゃって、国会を見るようになったんですよ。そしたらね、国会のその答弁のレベルの低さっていうんですか、これはね、日々経営会議とか戦略会議とかで企業戦士で頑張ってらっしゃる方も同じ思いを持つと思いますけども、国会の答弁のレベルの低さといったらね、ないですよ。なんかこれはね、ぜひね、実際に世の中で血を流しながら生計を立てる方に言ってほしいなと思いますね。やっぱりね、わーわー喋ってるだけでガッポガッポお金が入って、でやばい話ははぐらかすことができるその国会という場ではですね、いやー本当ね、面白いですね。そういうところに我々の暮らしが浮かんでいると思ったら、それは豊かになるのも分かりますよ。だからね、私たちはね、自分の知恵でもって自分の人生を作っていかないと、ほっといたらね、わけのわかんない人が作ったルールを、なんか昭和されることになりますんでね、ひどい話だなと思います。とまあいろいろ申し上げましたけども、株価が3万円超えて果たして誰の暮らしが豊かになったのかなってことですよね。もうもともと暮らしに不自由してない方が貯金残高がちょっと増えたみたいな感じで、それによって大きな喜びをね感じることもないし、まあ普通だよねみたいな感じですよね。でも苦しい方ってのはさらに苦しくなって生きるか死ぬになっちゃってるというね。なんかここら辺にね、同じ国の上に住んでいるのに、違った感情を抱く、そういったね、なんか二極化ってものですか、あれを感じますね。時間がない人がいれば時間がいっぱいある人がいる、お金がない人がいればお金がある人がいる、何なんでしょうね。いってらっしゃい。